書くんであるんですけども、程度大切、油断大敵って言葉がありまして、父親に何か習ったことがないんですよ、恐れずに夢語れてるとか、仲間がいたりすると、やっぱそういう地域っていうのはどんどん強くなるのかな60代政権に対して、カウンターパートとして、青年会議所ってね、すごくね、合理的。 今日のゲストは麻生正弘さんです。えっと、ジェの日本青年会議所の今年の回答で。うんと、九州から。うんと、アジアへっていう、あの、キーワードのもと、日本の発展にご尽力されて。いろんな実績を出されている方です。ずっと賃貸している日本を。元気にするためには、もう地方が必ず鍵になるわけですから。そこに対して、この課題に対して。 現場からしかも全国組織ででえっとアクティブに活動している組織のトップの方にいろいろお話を伺えるのはもう本当に楽しみです麻生さんはあの元麻生総理のご子息ででいろいろご趣味の分野とかいろんなご交友の分野でもあの楽しい話があるやに聞いてますのでそれも楽しみです。 やっぱり J.C. っていうまあすごく大きい組織のやっぱりトップに立たれるっていうのは器なのか熱、ね、しすぎなのかね。ありがとうございます。僕はあの父親に何か習ったことってないんですよ。あの正確に言うとお辞儀の仕方と箸の持ち方だけで習った覚えがないんですね。あの基本的に。 まあ変な話です僕小学校、えー、3年まで九州、まあ、飯塚の方に住んでましてその頃父なんて土日しか帰って来、ね、たとしても変な話ですけど生活の時間帯が全く違うのでまあ全然そんな会うこと年に何回しか会ってないですしまあ休みの時とか夏休みの長い時に東京に出てきたりしてそういう時に会ったりはしてましたけど父の何かを見てとかそういうのは、まあ、多分無意識のうちに何か勝手に。 習ってただまあ昔からうちなんか社訓的な社訓であり家訓であるんですけども程度大切油断大的って言葉がありましてこれ普通に取るとそのまあ程度自分たちの程度をわきまえなさいっていう話でその上で油断大的でかなり慎重にみたいな話になるんですけども、うん、我々少なくとも今うちのグループのトップの麻生岩もそうですし私もそうですしあのみんな共通認識で持っているのは程度大切という言葉は自分たちの程度をわきまえた上でチャレンジをする。 うん、っていうための程度そのチャレンジをする上での油断大敵にいろんなものを万全にしとけということだと思ってましてこれっていうのはやはり社業にしても JC にしてもそれっていうのは私はかなりしん、まあ、なちゃんとそれが軸にあるのかなというふうに思ってます。うん、毎年のの回答の方にににに伺ってるる日本を元気にするために麻生さんは特に えっと九州からアジアへっていう、そのあのキーワードの下で、いろんなご活動をなさってます。で、そのあたりから、今日具体的な話を聞きたいと思うんですけど。九州からということなんですけれども、あのやはり九州ってもともとアジアの玄関口として栄えていた。文化がもともとありますので、まあ今でも、あのインバウンドを中心とした波及っていうのはすごく。いまだに合っているのかなというふうに思います。まあ、確かに、まあ、私特に福岡に住んでますので、一番インバウンドの。 いろいろなものを受けた地域でしたから本当にそれをまざまざと感じたのがまあ2019年までですかねコロナの直前までだったかなと思います。当時は本当にて言うでしょう街に出てみれば中国語が韓国語が大体どこでもかしこでも流れてましてでまあ一時期なかったような,なんですかコンビニではないですかドラッグストアのて言うですかね店内放送みたいなのも全部中国語韓国語が入ってきてーすごく変わったなっていうのが。 あ、それだけ来てるんだなっていうのですとか。見てた時に、あ、やっぱこうやってアジア圏っていうのは近いっていうのは、本当に今アジアがどれだけ成長しているのか。まあ、特に中国、韓国でしたけれども。うん、っていうのはすごく成長しているんだなっていうのを、をまざまざと見せられたっていうことが一つあったのかなというふうに思います。地方の活性化っていうのと、直接。つながらない話かもわかんないですけど。うんとね、この10年、あるいは20年って。日本と中国、日本と韓国って。国対国だったら、必ずしも。 いいムードじゃなかったですよねでその中で、えっと、九州今の麻生さんの話だとどんどん中国や韓国からお客さんがインバウンドとして来てくれてで町、えっと、の活性化にあの寄与してくれたというお話ありました、はい、その辺の町、えっと、に住んでる人たちと中国韓国の人との間のその何ていうのかな心情的な うんとマッチングっていうのはいかがなんでしょう雰囲気はやはりまあなんて言えばいましょうやっぱり街を汚すみたいなの一時期あったんだというふうに思いますやっぱり文化が違いますのでこれは仕方ないことなんじゃないのかなと思います多分実際僕ら日本人もバブルの頃にヨーロッパに行った時に多分そう思われてたんじゃないのかなということはすごく感じます多分なんかいろいろなことで文化的におかしなことを僕らもきっとしてきたんだと思うんですねそれが多分 行く回数が増えてきて、文化であったり、いろんなメディアから情報を得て、ああれは僕らしてたらおかしかったんだってことを気づいて変わってきて、だん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 。それに慣れていったんだと思うんですね。うんうん、ただ反面。僕もあのアメリカに留学してたことがあるんですが、その時ルームメイトがたまたま韓国人だったことがありまして、うん、その時にまあ当然いろんな話をしている中で、まあその花あの日本どうなの？って話をした。い俺日本好きだよ。よ で韓国人も日本大好き。ただ、うん、政府間だけよって政府だけがこれなんだよね。だから僕たち日本の文化も大好きだし日本人のことも大好き。うん、で普通に言うんで、うん、あやっぱそうなんだなってやっぱそこはね違うんだなっていうのは僕はすごく感じてます。その意識大事ですよね。あのあせっかく、うん、っと日本の観光を楽しみ楽しもうと思って来てくれた人たちに対して。 冷たい対応をするとどん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 お互いにとってデメリット大きくなりますからねだから何か1回2回慣れてないことでなんかそれを声高に批判するだけじゃなくてどうやったらうまくやれるかっていうの すすごく大事なことだとだ思いますよ、ね、やっぱりあともう一つやっぱ日,本、まあ、日本側もまだ準備がしきれてないのかなというところがあります例えば旅館とかに行った時に、うん、やっぱりその、まあ、外国人が来られるということを前提にまだ作れてないじゃないですか、うん、やっぱり日本人だぶなのでやっぱり例えばテレビのリモコンの英字表記であったり、うん、そんなものがあったりするだけでもまたちょっとあちら側の感じ方も変わるのでそれこそあのオリンピックの時じゃないですけども「おもてなし」って言葉が流行ったみたいに、うん、今一度そこの部分というのをもっと考えるとまたさらに交流という とといいいううううののができるるよにになるのかなかうふうに思いますしあとやはりもう一つはまあ今アジア圏だけでが多いですけれども今徐々に欧米もあのラグビーのワールドカップをやってから日本という国に改めて注目を得ているような気がしますのでその観光という部分でですねまだまだまあ日本のそのなんてううでしょう徐々に機械工業であったり精密機械であったりそういったものというのは輸出がなかなか厳しくなってきたりですとかあるのかもしれないですけどまだまだ海外に対して攻めれることというのはいっぱいあるのではないのかなというのが私の認識です。 80年代までの,あのバブルのピークに至るまでは日本の主力産業は明らかに工業でしたけれど今すでにね一回先進国のポジションにたどり着いてその後えと成熟型のえと発展と繁栄を享受しているフランスなんかはもう完全に観光がね主力産業の一つですしやっぱあの工業型のえと発展を遂げた後 えっとね、観光主力産業にできるというのは地の利ですから、はい、十分に使う必要ありますよね今、まあ、これちょっと笑い話でしたけどとあるお寿司屋さんに行ったときにいや今のさっきまでいったお客すごくてさ何かあったんですかって香港からプライベートジェットで今日小倉の北九州空港に着いて昼ごはんは別のお寿司屋さんで食べて戻って福岡空港にプライベートジェットでもう1回乗りつけて今うちの寿司屋にいたとんでもない人だね,とんでもねえなと思って話は聞いてたんですけど。<laughs> でもそれが当たり前のようにアジア圏やるんやっぱアジア香港とかのやっぱお金持ち、うん、当たり前のようにそれがやるでそれが普通なんですよね彼にとって多分そういった部分はありますけれども一つ思うのは安いからって言って、まあ、日本に来てくれることはありがたいことでそこで何か日本の良さであったり今まで味わってない何かを得てもらってこれ日本また来たいねって思わせたらこっちは勝ち勝だと思うんですね、うん、でそれが例えば円高になって今度は逆に円高になった時それでも来たいなと思わせたら僕らとしては万々歳だと思うんですよ。 なので僕は今それをピンチをチャンスに捉えた方がいいと思うのでそういったことはやるべきなのかなと思います。やっぱり今回ありがたいことに JC って世界団体でもありますんで、まあ、ちょうど僕も一昨とですかねルーマニアから帰ってきたんですけれども本当に今回もヨーロッパ会議っていうヨーロッパ地域の JC が集まった会議でいろいろと本当に 話を聞きながらいろんな刺激を受けたこともありましたしああこんなにやっぱり文化感受方って違うんだなっていうのを改めて思いましたんでこれちょっとあんまり知られてない話なんですけど青年会議所って実は72年前ですねに日本の青年会議所出来上がったんですけども実はその,その当時日本っててまだ国際連盟も復帰でできてないんですねで東京青年会議所大阪青年会議所西宮青年会議所であったりいろんな青年会議所今5つの青年会議所が集まって、え。ー 青年会議所っていうの,が日本あの国際団体に加盟したんですけどもその時って実はフィリピン青年会議所の助けがあったんです当時フィリピンが言った言葉がすごくて確かにアジア圏で日本はいろいろなことをやったとしかしお前ここで拒絶したら日本が国際社会に戻るのが1分1秒遅れたらまたもしかしたらあっちに戻るかもしれないとだからここで僕たちが手を差し伸べて早く日本を,青年,を青年団体を国際に戻すんだと世界に戻せと。 そうすることでやるために僕たちは日本のスポンサーをするって言ってくれて彼らの力で日本青年会議所っていうのは本当に国際連盟に入るより早く国際大会に入れたっていうのは非常に感謝する部分が大きくてですねそういった中でもやっぱり青年会議所って国際っていうのは実はもともと強くありましてそういった部分っていうのはやっぱ僕ももともとうち社業的にも一部国際部分持ってましたんでそういった部分でもまあやっぱり活かせた生かせるかなというふうに思います。 あと、ね、その上でもう一回この地方経済私はもう地域経済地方経済の再活性化がないと日本の将来はないと思うぐらい地方大事だと思ってるんですけどでもまあ今あのアメリカとかに関してもやっぱこちょっと昔と違って脂身のあるお肉が売れるようになってきたっていうことでやっぱりまだそういったところで。 日本のそういったもののはまだやれるのかなとだかそうなってくるとまさにさっきあの佐藤さん先生がおっしゃってましたけどもフランスの観光の部分、うん、それから今フランスでもう一つはやっぱり主流はワインとかチーズとか食品だと思うんですけどもそういった部分の日本の経済部分の発展成長っていうのは今まできついきついって言われた、うん、一次産業こそもしかしたらそういったものが出るんでしょうしそうなってくるってことはより地方っていうのが強くなってくる可能性っていうのはあるのかなと思います。いや大事だよねねあの実、ねき えっと、果物と野菜はね海外でみんな本当に驚かれるぐらい日本って品質高いのただしああいう生物って意外にあの規制が厳しいんだよね輸出輸入はね。うん、でそれを誰かが、ね、これ例えば東南アジアに持ってったらすごく高く売れるんじゃないのって言ってもいやなんか規制で結構大変みたいよって諦めるんじゃなくてどうやって乗り越えるか。あのえっと、日本の果物が あの有名になったのもあれも九州の天岡なんかかきっかけだよね,ね今お肉ですね和牛っていうものを今頑張ってやろうとしていますけどやはりまあ本当に難しいのがイスラム圏、まあ、東南アジアになると今度はイスラム圏になりますんでそこが今ハラハがすごく大変で、うん、九州も今あの上,上地区さんっていう会社がありまして上村さんって方が社長やってますけどそちらが今頑張って東南アジアにやろうということに今ずっと頑張られてますね。とういうのもすごくなんか九州だったから早かったのかなっていうふうに感じます。 地方でもうあの60代70代の地域経済や政治牛耳ってるって言われてる人がやっぱりねこのままじゃ俺たちの町駄目だよなっていう起爆剤になるのはその若いこれからその町でえと人生の,あのメインステージ移るまさに JC の人たちみたいな。 人が起爆剤にならなきゃいけないんだけど、邪魔するんじゃなくて、助けてあげることだよね。この三位一体がないと、なかなか変われない。日本のね、再活性化をしようと思うと。地場だけでは、地域経済だけでは。うんと、なかなか足りないものが。すごく多い、まあ、すごくっていうか、人とお金なんですけど。福岡は本当に恵まれてて、人もいるし、お金もあるけど。多くの日本の。 なんか賃貸してる地方経済っていうのはお金と人がいないでないですよね。でその辺に関してえっ、ー、と阿松さんは全国の JC を見ててどうやればうまくいくのか。今青年会議所の六百七十九の青年会議所が日本全国にありまして会員約二万八千弱おります。やっぱりその中で皆さん中小企業のオーナーさんであったりまあ一人親方されている方であったりとかいろいろといますけれども。 やっぱりみんな共通していることは自分たちの地元が好きだだっていいいうううことだというふうに思いますあの私飯塚っていうところは出身で、まあ、飯塚の町っていうのも本当に炭鉱景気もともと炭鉱だったもんですから本当に炭鉱経済がわっとなくなった時に一気に閉塞していきまして「うん、飯塚このままでやばいぞ」と「俺たち若い連中が組んでやろうぜ」って話をしたっていうのはやっぱりそういったのもあったのかなというふうに思います。青年会議所って、ね、40歳までで 20代の本当の青年にとっては40ってもうおっちゃんじゃんって思うかわかんないけど今の政権なんかもそうだけどさみんな偉いさんって60代以上なんだよ。でその人たちが良かれと思って国のために良かれと思ってやっても実は40代20代の本当の利害と合ってるかっていうと合ってないことが多いんだよね。結構 人間として従前な形の知識と経験を得て良かれと思うことを一番考えられるのは40代じゃないかと思うのだから JC っていうのはその意味でもすごくね合理的要するにえと今の世の中を作ってきた功労者の60代政権に対してカウンターパートとしてあるいはカウンタープランを出せる機能として JC っていうのは 実はこれからね日本を変える上で今まで以上に僕イニシアチブを取って欲しいいようなありがとうございます<て>福岡の話先ほど出ましたけど福岡ともともと視点経済でずっと回ってましたんで当たり前のように県外の人が来る、うん、で当たり前のように県外の人がお金を使ってもらってっていうのがあったのでそこを今回高島市長がすごく今回インバウンドに力を入れられてやっぱ首長さんがそうやってられてるっていうのはすごく大きく やられたのかなというふうに思います。で、やはり一つはやっぱり首長さんが若くて元気が良かったりとかですね。発信力が強い。あの首長さんのところっていうのは大成功しているなというのは非常に強く感じます。で、逆に、あの、すごく難しくなってきてるんじゃないのかなと思うのは、やっぱ東京であったり、そういった大都市圏。っていうものが、逆に、今もう当たり前のようにそれがあるものですから。それをさらに、じゃあ、どうしようかっていうところが弱くなってきてるんじゃないのかなというふうに感じます。逆に地方の方が。 俺たちヤバいっていうと首長さんがいたりすると逆に力を入れられてどうにかしようと今の話ねおって思ったのって地方と比べて逆にその政治的なこと東京を中心とした大都市の方が閉塞してるんじゃないかってその通りですよね、はい、変革がないよね大都市の方がねなんかもう定常状態になって最近ねあのちょっとある分野の人たちはもう 現,現代っていうのは新たな中世だって言われるもう成長が日本ね、はい、あの本当に日本って大きい変革がない安定はしてる安定はしてるだけど何かドラスティックに変わっていくかっていうと何も変わんないその点もしかしたら、うん、と地方の方が、ね、あの変われるチャンスとか変わるムーブメントっていうのは発生しやすいか分かんないですよ。 九州はどちらかというと県知事同士が仲が良かったというのは非常に強いと思うんですけれども<ー>今年からツールド九州という自転車のイベントも各県をまたいで自転車のイベントというか、まあ、レースを始められるわけですけどもツールドあのフランスの,あの九州版を、ね、やるみたいなことをやられたりですとかじゃあ福岡が観光その我々かありがたいことにあの商業はあるんですけれども。 観光がないんですね福岡市内ってあまり福岡県っていうのがあまりないもんですからだったらじゃあ福岡を中心にして熊本に行っといてくれよ宮崎行っといでよなんとかしてよじゃあ最後福岡泊まって帰ってよっていう形でじゃあみんな連携しようみたいな話ができてるんじゃないのかなというのはすごく感じますんでそういったのも一つ九州の強みになってるんじゃないのかなというふうに思います。ももうう一個私九州で、えー、っと大事なと思うのはね麻生さんも ロックやってらっしゃったって聞いたんですけど、はい、明太ロックってあるんですよね <laughs> 要するにね昔からね九州って東京に次ぐ文化のの拠点なの大阪も意外に千場の文化アーティストがいるんだけど、はい、九州もね経済規模とか人口規模の割にはすごく独立した文化とか美意識とか活動があるんよわざわざ東京出てかなくていいよっていう意識がある。 でそういうね文化的な独立した、うん、とプライドや誇りって地方を、ね、稼がさせるの大事ですすよねだと思いますあの福岡は今おっしゃっていただいたようにメンタルロックもそうですけどですね、まあ、それこそリーマン・ショック以前です、ねうん、にあの「七社会」って言われる会があるんですけどもそこの人たちを中心に博多で必ず。うん 社長会長役員がお芝居とかそういうのに出るっていうのは当たり前だったんですね踊り文化であったり、うん、なのでいまだにそのなんですか九州七社会の方々もそうですし、うん、ある程度の企業の方の社長さん福岡市内にいる方は限定かもしれないですが限定になりますけれどもいまだに長唄、うん、小唄清本。うんうん これどれどかに属してないと結構大ので僕もあの清本をさせてあのすることになってまして <laughs> することとかさせていただいてましてあのここ2年間ちょっと23年かな3年間ぐらいちょっと日本人 JC の方が忙しくてとてもじゃないけどできてないんですけれどもあの来年からまた戻らなきゃいけないんだろうなと覚悟は決めてるんですが本当に踊りであったりそういったものを当たり前のようにさせられるっていう文化がありましてあのみんなそういうので逆にチャリティー的に使って地元のそういう芸能文化っていうのに少しでも貢献しようっていうのは すすごくある気はしますなのであのまだ京都,につ京都東京についてまだ芸者さんの文化がまだ博多の方が残ってたりですとかな、うん、まだ何とか人数も保ちながら頑張れてるのかなというふうに思いますけどそうなんでねあのねこれ何でかなって僕も考えるんだけど経済合理性以外の軸で生活が形作られるようになるんだと思うの。あのね、サラリーマンやってると 会社の意思決定も経済合理性軸どっちが儲かるか。っていうこと軸で、で、そこで、えっと。地盤に根ざした。あの、なんていうのかな、土の匂いのするコミュニティ。に、根っこを下ろしてないとね。経済合理性で、自分個人のライフも。それで形作られて、設計されていくんだよね。それを脱却するためにはね。本当に、あの。明太ロックや七社会みたいな。 地域地域に根ざした経済行為以外の生活を大事にするる必要があるよねまあ文化っていうのは一つ大事なファクターなんじゃないのかなというふうに思いますしあと、まあ、やっぱりその何でしょう例えばそのベンチャー企業を立ち上げた時の3年間税制無料っていうのをあのトックで高島市長されてますけどあれのおかげで若い連中が出てできたりですとか旧大の学生たちがベンチャーどんどん立ち上げてやってるっていうのはやっぱ高島市長 のああいうそういうの若者に若者にっていうのがすごい強かったと思うんですね,いやね高島さんってね彼30そこそこでなったん期目ですかまあ、そうですそうですそで<う>でじゃないですかそう僕その時してんのでいやまあこの人を選ぶ福岡の市民ってちょっといいよなとは思ったんだけど今でこそさ安定政権でもう重鎮だけどさ最初本当にね若いお兄ちゃんっぽい感じだったの。 言うこともきれいきれい事を自分よく見せようとしてのきれい事じゃなくて本音のきれい事なんだよどんどんやってったもんだからあれについてった市役所とかさ議会も偉いよねこれがね福岡の力だと思ういづらかったらもう九州に行っちゃえばっていうぐらい若い子たちがやっぱ元気ですし今、まあ、福岡 まあ、その地場企業は結構社長が四十代五十代が多いんですね。多いので、やっぱそういうので、連携が取れてるっいうのも、一つ大きいのかなと思います。自分の町に住んで、夢を語ってたら、はい、なんか居心地悪い。若い人いたら、どんどん。九州二十すりゃいいよね。その上でもう一個、これもキーワードとして入ってましたけど。九州全体がエリアで一体になってるっていうのも大きいですよね。あの、足引っ張り合いじゃなくて。 あのライバル関係にありながらも強調するっていうね九州っ子であることに対して誇りやプライドがあってかといって排他的じゃないいいっていうあの文化がいいよね不思議ですねまあ本当に来るもの小浜と去るものを追わずみたいな文化が非常に強いので本当にあのまに、あ、よく言われるのが明けっろげに何か明るいよね、うん、九州の人って皆さんおっしゃいますけど。うん、やっぱりあの えと地方の活性化でうまくいってるところってその文化があって僕ね帯広行った時にやっぱり感じた、はい、帯広もウ「ウェルカム、ね、ウェルカム」です、ねはいね、あの帯広っ,こかどうかっていうのとはねあの、えー、と道内でも北海道内でも他の町から来た人に対してもウェルカムだし東京から来た人に対しても「あ東京の話聞かせて」だしってやっぱりねウェルカムの文化って 再活性化のために、お金と人の上にその文化っていうのがある。 一番大事か分かんない、ね、あとやっぱりもう一つは自分たちの地域をどれだけ好きな人がいるかっていうのが強いかなというふうに今まさに帯広の話出ましたけどまあ今年日本製の会社の顧問で帯広から出てるのがいましてやっぱその人とか僕もまだ2年前かなお知り合いになった2年前ですけれども初めて帯広に行った時に俺たちの地域を知ってくれっていうの本当にいろんな観光案内をしてくれたりだとか本当にそのおかげで僕好きになってその後ね何回も帯広に行ってそれこそ去年は。 あの嫁さん奥さん連れて妻連れて行ってですね、うん、一緒にまあご飯食べたりとか帯広でいろいろと体験させてもらって妻も帯広が好きになったりとかしましたんで、うん、やっぱそうやって好きになれば好きなだけ伝えられるしやっぱそういう人たちが多いっていうことがやっぱり一つ地域の活性化につながることなんじゃないのかなとやっぱりそういう人たちっていうのは一つおきこもるのはなんか地域をこうしたいっていうのが夢のごとくあって、うん、その夢を 若いからこそなんかちょっとずつ盲信じゃないですけどもそういった具合にやっていけてるっていうのが一つ強みなのかなと思います。日本でねこ20年前って、えーっとね、隣の釧路と同じような中にあの北海道の田舎都市だったのがこの10年ぐらいでもう駅前ビジネスホテルってびっしりだもんね。 そうですね、産業もどんどん増えてあれ人口も、えー、と北海道全体では減ってて札幌はもちろん外から集まってから増えるんだけど帯広人口増えてるし GDP も10年前と比べて1.2倍とか3倍になってるはず僕もね、まあ、職業柄あの、えー、とアドバイスくれないかっていうような若い人にこれどうでしょうあれどうでしょうこ,んここまでやったんだけどネクストステップって、ね、海外目指してとかって。 地場の若い人がどんどんそういう具体的な話一般論じゃない話で話しかけてくれた一番印象強いのが帯広と大分,あ大分ですね大分もそういう若いやる気ある人多いよね。大をササウウナナにするとか言っててても今力入れていて いろんなことをやったりですとか、まあ、あと、まあ、温泉産業もともとあったので、それに付随して何かできないかだとか、まあ、去年、おととしぐらい、何年か前からですかね始めたのが大分と松山の間がそんな100キロぐらいしかないんですよ、あそこに橋かけられないかって話をやって、豊泳海峡を結ぶルートとか、そんなことも大分やってたり、それを若い人たちが中心的にやって、市も今、行政も動かして今やってるんですね、はいそんなこともやって、去年、青年会議所としてもそれをお手伝いをしてたんですけども、豊泳海峡は、まあ、やってまして。はいこ100キロしかなくてだったら 下関が海魚が,が潰れた時にこっちに残しときは生きてるからそういうので輸送を活かせるんじゃないかっていうのも提案してみたいだとかしながら手を返しなおかずっとやられてますねあのねだから今の話九州と四国の間に橋かけたらいいじゃないかっていうのを結構本気で考えてそのために人と会ったり書類作ったり説明に行ったりっていうことに自分の時間やお金使える。 若い人って言ってて言みればクレイジーじゃない <laughs> そ,う、ね、そういう人がいるかかいいいいないかなんだよねでそういう人がいて街全体で冷たい目で見てバカだよなっていうのか面白いことやってるからなんかじゃあちょっと寄付でもしてやるかとか寄付じゃないまでも人紹介してやろうかみたいなそういう、えっと、街であるかどうかが上がっていくかそのまま衰退していくかの違いだよね。 若いいいいいい人じじゃゃなななななとととてももそんなこと思いつけけしし、ね、九州だけじゃないのかもしれないです、まあ、先ほど羽田先生がおっしゃった帯広もそうですし、うん、九州だけじゃないと思いますけどやっぱりそういう若者が生き生きとしているとか自分で何でしょうお首じゃないお首ってことは正しく分からないですけど恐れずに夢語れているとか、うん、でそいつらに対してじゃあ協力しようっていう仲間がいたりすると、まあ、やっぱそういう地域ってのはどんどん強くなるのかなっていうのはすごく感じます。 こちらですね。はい。若者よ夢を全力で語れ。これだと思います。やっぱわ先ほども出てましたけど、やっぱ若い人間が地方で全力で夢を語っていって、それを本気にしていくことっていうのがこれからの日本を変えていく原動力になると思います。やっぱりそこに対してはあのいろいろな方お力を持った方であったり、そういった方のサポートっていうのは絶対いるんですけれども、まずきっかけが波紋を立てるということが大事だと思いますので、それはやっぱり。 若者に与えられたた一つの特権みたいなもんんだと思うんですねなのでやっぱりあの怖い方々いっぱいいらっしゃいますけど目 <laughs> くじら立てずに若者がやってんだなって俺も若い頃だったなって思いながらもうそうやってやってい,いってことを願いこの言葉にさせていただきました今日の対談ね今までのこのりちんクの中で何て言うのかなありがとうございます。そういういまああの えっと、流れもあるんだろうし運命とか流れとかそういうこと全部含めて良きことに使ってくれそうな気がするなんかそれをね、えっと、いろんな,なんか自分の利害あるいは自分の周辺の利害に使う人ってやっぱりどっかにえぐみ出るんだけどあの麻生さん本当にゲレミがなくてすごく気持ちよかったよね。 日本を良くしてくださいありがとうございます <laughs> 頑張りますありがとうございます